鶴見神社は神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央に鎮座する神社。旧社格は孫社。神門は夕食鶴。横浜、川崎間の最古の神社とされる。鶴見神社の創建は水戸天皇の時代と伝えられる。古くは杉山大明神と称された。1920年に社名を鶴見神社と改めた。 愛殿の天皇宮に伝わる鶴見神社大神与は横浜最古の御しとされ、例年7月の天皇祭には古式ゆかしく渡御する。この御しは約350年前に鶴見川の天皇河原のに流れ着いたものと伝えられる。当時、少し上流にあった陳守天皇社の祭礼の時、鶴見川で御しを洗った際に誤って流してしまったものとされる。社殿は、 1753年に再建され、1853年には、名主、佐久間ゴンが社殿を改築したという記録がある。1911年3月31日、火災のため社殿が全焼し、1915年11月に再建された。境内地は、かつて約5000坪に及び、鎌倉将軍、藤原頼常が1241年に参詣した。 際に奉納したと伝えられるケヤキや藤塚のほか、大きな神木が茂っていた。この神木に関して一つの伝承がある。江戸時代のこと、その神木の中でも大きなヒノキが人々の信仰を集めていた。ある時、江戸の芝居小屋の胸木にするため、このヒノキの巨木を切り倒したところ、病人が出るなど奇怪なことが続いた。そこで、このヒノキを伐採した後に、 これに代わる木を植えたところ、静まったという。当社の本殿は、杉山大明神と天皇宮の二社相殿となっている。境内奥の藤塚境内奥の藤塚,境内,の富士塚境内社鶴見神社は、古来、杉山大明神と称された。杉山神社と称する神社は、全国でも横浜市と川崎市、特に鶴見川流域にのみ、散財鎮座し、数十社が現存する。この 杉山神社は、武蔵区に続き軍内唯一の式内社だが、所収された神社の所在は確定していない。そのため、鶴見神社も、杉山神社の論者の一つとされる。ただし、当地である鶴見区は、続き郡ではなく、羊郡に属していた。江北区、岸根町、西区中央一丁目、ほどがやく星川一丁目の各地については、当地と同様に、続き郡ではなく、 羊群及び倉木軍に属していた。ありがとうございます。